私も今毛代わり好きであまり毛並みが綺麗じゃねえから。あ、すいません、どうもありがとうございます。抜けるんですね。そうなんです、春の毛代わりでやっぱりね、去年の毛がみんな抜けるんですよ。気性は荒くないんですか？気性はみんな人間には詳しいですね。たまにでもまあちょっと神経質のやついるけど、ほとんどがもう闘牛させるときは何かこうやるんですか？いや特にあれですよ、普段と変わりないですけど、ちょっと食事の制限をして、あまりお腹の中にいっぱい食べ物入れないようにして動きやすい状態にはするんですけどね。あの、向き合うと自然と戦うんですか？そうですね、もうやっぱり本能で歩きますね。みんな牛も気性があって、気性の穏やかなやつも、気性の荒いやつもいるし、これなんか特に気性の穏やかな。あ、そうなんですか。何歳ぐらいなんですか？これで今10歳、11歳ですね。何歳ぐらいで一人前ですか？だいたい3歳であれなんですよ。ああ。まあ人間で言うと、まあ牛の1歳がだいたい人間の5歳ぐらいって言ってますから。ああ。15歳ぐらいですね、デビューは。50歳ぐらいですか？そうですね。もう10歳過ぎるとやっぱり力衰えてきますわ。じゃあピークだ。そうですね。なんか血統みたいなのあるんですか？和牛。これはやっぱり和牛って言ってもやっぱり日本短角種って言ってまた別の和牛なんですよ。ほとんどがまあ岩手、東北地方にいるやつなんですけどね。今お肉でも短角牛なんていうのは、あれがみんなこの品種なんですよ。これのお肉用に。あれ、いつもこっち外にいますか？いや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 。普段はもう牛舎の中なんですけど、今日は天気のいい日、時間のある日見計らって、日光浴、冬場ほらずっと出せないから、どうしてもやっぱり日光不足になっちゃう。いや、牛は初めて見ました。ああ、そうですか。何度か、うん、来てますけど。あは、どちらから？あなた埼玉。ああ、そうなんですか。じゃあこれから帰られるんですね。いい、帰れますか。大丈夫ですね。結構やっぱ埼玉の人もお客さんで、オーナーさんになってる方いますけどね。みんな誰かの、なんですか、オーナーがいるんですか？これもみんなオーナーさんいるんですか？あ、そうなんですか。闘牛で勝つと賞金になるとか、そう。こっちはもうほとんどもうその、こっちは国の重要無形文化財なんで、はい、勝敗つけないんですよ。あ、で、まあお互い牛持ち同士がいいところで引き分けようっていう合図が出ると、まあうちらがこう、まあ、成功なんですけど、まあ後ろ足に縄をかけて引っ張ると、頭に行って、まあ鼻を捕まえると分かれて。そこでたまに人間がちょっと下敷きになったり、そういうのもありますからね。
オーナーさんって名誉として持ってるって感じなんですか。まあ昔のなんだろうな、やっぱりそのこっちからまあふるさとで幼い時にその闘牛が忘れられなくて、でまあどうでしょう、まあ休みの時来て、まあ、楽しむような道楽です。昔はね、それこそ田んぼやなんか畑に使ったなって言うけど、今はそれもう、そういう、あの、以外はもう何も使わないんで。南の方行くとね、向こうはもう、勝敗つくまで。ああ。徳之島とか、あの沖縄。昔向こうはもうこの角もやっぱりもう武器ですから、うん、5月の3日からまたここで闘牛が、もし時間があれば、そうだね、本物。